平野紫耀サングラスに女性の姿が映り込み、ファンの疑惑を検証。元キングプリンスへのメンバーであり、今月15日にキシユ神タ、ジングジユタと共に新たなグループ、ナンバー I を結成した平野紫耀が、シンガポール旅行のプライベートショットを公開し、ファンの間で騒動となっています。 平野紫耀のインスタグラムに投稿された写真にサングラスに映り込んだ女性の姿がファンの間で話題となり一部で女性連れだったのではないかとの疑惑が広がっています。平野紫耀は2022年1月にキングプリンスを脱退し新たなグループナンバーアイを結成。その後、 ファンにとっては、待望の新たな活動が始まることとなり、シンガポール旅行のプライベートショットを公開したことは、多くのファンにとって嬉しい驚きでした。しかし、問題が起きたのは、平野紫耀がシンガポール旅行のエピソードをインスタグラムで共有した際です。 平野は、三輪騎士君来る前にジンとプチ旅行をシンガポール行ってきたから明日写真あげようかしら、とコメントし、人従事と共にシンガポール旅行をしていたことを告白しました。その後、シンガポールの植物園を楽しむ平野と人従事の写真が公開されました。疑惑の発端。問題は、これらの写真に映り込んだ女性の姿に関する疑惑です。 一部のファンが平野のサングラスに映った景色を拡大して調査し、その中で白いスニーカーを履いた女性らしき足が映っている、もう一人小柄な女性らしき姿が見える、と指摘しました。このことから女性連れ旅行の疑惑が勃発し、ファンたちの間で騒動となっています。疑惑の推測。 さらに、この謎の女性の正体について、一部のファンからは実名を挙げた推測が出ています。特に、SNS 上で東南アジアを訪れていたとの情報が拡散され、平野らと信仰の深いダンサーリーハタや、元セクシー女優のアスハナキララのそっくりさんとして知られる歌舞伎町の人気キャバクラ嬢アスハナピララの名前が浮上しているようです。 特に、アスハナピララは、滝沢秀明氏が彼女の TikTok 配信に高額な投げ銭を行ったことでトベとの関係が指摘され、彼女の SNS プロフィール文にある、タッキーから投げ銭されたキャバ嬢という言動も注目されました。一部のファンは、2ついにのダブルデートだったのでは、と推測しています。反論と確証の欠如。 一方で疑惑に対して反論する声も存在します。サングラスの反射についても写真を拡大して高画質化したために生じたものである可能性が指摘されています。またシンガポールは観光地であり周囲に多くの人がいることから単なる通行人である可能性も否定できないとの主張もあります。 さらに、SNS 上で平野らの友人がシンガポールの空港で一行を目撃したと報告した際、その目撃者は同行者が男性一人だったと証言しており、女性がいた可能性は低いとも考えられています。現時点では、平野仕用のサングラスに映った女性の姿については確定的な証拠はなく、どれも推測の域を出ない状況です。 ファンの間で騒動となった背後には、平野紫耀と神宮寺勇太の高い人気と注目度が反映されていることが伺えます。この騒動が解決するためには、追加の情報が必要でしょう。平野紫耀と神宮寺勇太はプロ意識が高く、ジャニーズ時代にはノースキャンダルを貫いてきたことから、ファンは彼らが飛べ入り後も信頼できる存在であることを望んでいます。 現時点では、この騒動は信憑性のない情報が飛び交っている状況であり、新たな情報が出るまで収束することはなさそうです。